なんか思いのほか応募あってきた。あんなギャンクのマップでも欲しい変人が多いことに驚きだわ。視聴者を変態扱いするな。応募ゼロだったらうっかり伝説になるところでした。皆さんはスマホに対して不満がありますか？そう言われると難しいな。そうですよね、耐久性ですよね。お前人の話聞けよ。言うほど耐久性って必要か。今のスマホは貧弱すぎる。耐久性こそみんなのロマンです。なんか老害みたいなこと言ってるな。お、またミサイルネタか。フレンチなら許されるという風潮。お前らその話好きだよな。今日は後ろの画面に映っている自称最強スマホを買ってとことん検証してみます。え、また買ったのか。また視聴者プレゼントにならないようにしろよ。お前それは言わない約束だぞ。ということで買ったものがこちらになります。いかにもジャンク品っていう届き方だな。封筒でスマホ送るってすごくね。中身はしっかり梱包されていたので安心してください。梱包が完全に必死。なんか再起動についてのシールが貼りっぱなしになってますね。もしかしたらあんまり使われていなかったのかもしれません。ちなみにいくらだったんだ？なんと送料込みで1178円でした。さすがに安すぎない？2014年製であんまり使われていない備品で1000円だと。いやこれもう目に見えた地雷だろ。勘のいいガキは嫌いだよ。地獄に落ちろ。匂いすぎでくさ。このスマホ、なんと物理ボタンがついています。ギャラクシー信者の私としては右に戻るボタンが欲しいところですね。イヤホンジャックと充電端子は蓋があるので、がっつり防水してくれそうです。こういう蓋って実際信用できるのか。まあ壊れたら英雄か京セラの本社に電話すれば大丈夫です。クレイマーへの第一歩やめろ。でもマジで霊夢みたいな考え方のやつ一定数はいるからな。やっぱ社会って怖いわ。2021年も自宅の警備を継続します。別に雇用されてるわけではないことは自覚しような。キュー。この仕事のやりがいを感じるのはどんな時ですか？アンサー、ヤマト運輸からアマゾンの箱を無事受け取れた時ですね。インターホンが鳴ってから玄関到着までの速度、指定された場所への応援、配達員の方が不快にならないため、ドアのロックは少し遅らせます。この3ステップが完璧に行えた時の達成感、それは何事にも変え難いものです。なんか語ってる間に電源ついたぞ。早速使ってみましょう。うわ出た、英雄スマホあるあるだな。とりあえず全部登録しないでおきましょう。何回言われていますが全部無視します。アップデートもしません。利用規約にも同意しません。次回起動時は起動しないようにします。様々な機能やサービスをお楽しみください。英雄からしたら最悪の客だな。何回意外とすんなり起動しましたね。画面の表示とかも特に問題なさそうです。懐かしいアイコンがちらほらあるな。2014年ってスタップ細胞とか野々村先生とかの年だもんな。そりゃ懐かしいはずだわ。奇跡の世代とか呼ばれてるのくさ。 iPhone とサイズを比較してみます。 6S とほぼ同じサイズで、トルクの方がずっしりとした重みを感じますね。真面目にレビューするな。いやなんでだよ。あ、マイクラが開いちゃった。どうですかこのボディ。 iPhone と違ってボディが曲線を描いているので、めちゃくちゃ握りやすいです。画面は何インチなんだ？画面サイズは 4.5 インチです。iPhone 5S と 6S の間のサイズって感じですね。お、パクリか。画面サイズにパクリとかないだろ。いや、これは間違いなくパクリですね。素人は黙ってろ。このトルクの気になる CPU は、MSM8928、1.4GHz、クアッドコア、らしいです。なんだこれ知らねえ？なんだそれ知らねえ？そもそもスマホの CPU の名前とか一個も知らねえ？メモリは 2GB らしいです。私が少し前に紹介したノートパソコンよりもメモリは多いですね。最近だとメモリ 6GB のスマホとかあるよな。そのうち私のメインパソコンのスペックを超越してしまいそうですね。お前のメインパソコンとかもうとっくに超えられてそうだけどな。次は文字を打ってみたいと思います。画面が小さくてめちゃくちゃ打ちやすいです。握りやすさも結構影響してるんだと思います。知らんけど、画面が大きければ大きいほどフリック入力しにくいからな。でもそのうち体がそっちに慣れてくんだよな。ほんと慣れって怖いな。スマホってひたすら画面の大きさがどんどん大きくなるかと思いきや、最近はなんか落ち着いてますよね。私的にはこんな未来が待ってると思ってたんですが。いやもうこれスマホじゃないだろ。ジョブス先生のドヤ顔で草生える。よく見たら同じアプリばっかりで草。ちなみにこのスマホのレビューを調べてみると、結構辛辣なことが書かれています。ちょっと見てみましょう。これ買って後悔した。2台ともお釈迦に。不具合回しマシじゃないですか。全額返金社員一人殺害キャンペーンくらいあれ。いやひどすぎるだろ。どんだけ不満抱えてたらこうなんだよ。きっとトルクに親でも殺されたのでしょうね。シムキョン現象が起こりました。いろんなところで報告されているのに英雄は認めません。京セラの技術力と英雄の隠蔽体質に嫌気がさしました。いやシムキョン現象ってなんだよ。ちょっと可愛くてくさ。あーシムがピョンピョンするんじゃー。なんと設定の端末情報というところから、OS のバージョンを確認できます。いやそれ知らない人いないと思うぞ。ちなみに今の Android の最新って何なんだ？調べてみたら11が最新らしいです。私が初めて使ったのは 2.3 とかだったと思います。いや古すぎるだろ。おじいちゃんかな？このトルクは 4.4 らしいです。そして
残念ながらこれ以降の更新はないらしいです。キットカットってまだ使えるのか？わかりませんが、私は様子でさえ見れれば全然 OK です。なんかフラグになりそうだな。ということで、ここからは外での検証をしていきます。実はこのためだけに北海道にやってきました。交通費は農関係機。本州の人は信じられないかもしれませんが、北海道はすでに雪が積もっています。ハイスっぽい。正直マジで寒いです。やっぱり歩くのやめて車で行きます。いや歩けよ。マジで寒いんです。マジで許してください。近距離を車で移動。これは田舎者。ちょっとお腹すいたんで勝也寄ります。いやなんでだよ。配信者とは思えない意識の低さ。ちなみにこれマジで美味しかったのでおすすめです。今回はこの頑丈スマホが極寒の川に落ちてしまっても耐えることができるのかを徹底検証していきます。日常生活で極寒の川にスマホ落とすってあんまりなくない？ちなみに今全然関係ないですが、昔間違えてスマホをゴミ箱に投げ捨ててしまって画面を割ったことがあります。大事エピソードやめろ。この街は芸術の教育が盛んなようですね。ひらがな覚えたての小学生が書いたと思えばほのぼのした気持ちになれるな。ちょっとそれは無理があるな。こういうの、千年後の学者が頑張って解読しそうとか妄想してしまうのは私だけですか？それはつまり現代のボイニッチ思考ってことだな。定期的に5チャンネルで解読できるやつが現れるから問題ないぞ。さすが5チャンネルは集まる人のレベルが違いますね。定期的に異世界転生するやついるのくさ。河川敷にたどり着きました。マジで寒くて死にそうです。この川に落とされるスマホかわいそうすぎないか？責任は広告の仕方にあると思うぞ。なんか寒すぎて普通にサンズの川に見えてきました。それサンズの川見たことある人しか言っちゃダメだぞ。今見てるんですけど言っていいですか？飛行、死亡系 YouTuber 現る。寒いのでさっさと投げ捨てましょう。捨てんな。行ってこい私のスマホ。それ、いて。何回岩にぶつかったけど大丈夫か？とりあえずしばらく離れて様子を見ましょう。これ周りから見たら川にスマホ捨ててるただの気違いだぞ。間違ってないんだよな。北海道の寒空の下、私のトルクは冷水に耐えています。これ半分いじめだろ。ちなみにトルクの方でカメラ起動してるので、そっちの映像も確認してみましょう。おいバカやめろ。ほんとやめてマジで。うわぁ、いて。は、俺捨てられたのかよ。こんなクソ寒いところに捨てやがって。あいつマジで殺す。絶対殺す。川に投げ入れたはいいものの、なんか暇だな。クソ寒いし、てか眠いし。車戻ろかな。スマホ相手に拷問とかって入るわ。いい天気だな。てかなんかちょっと気持ちよくなってきたわ。あれだな、寒中水泳とか好きなやつの気持ちがちょっとわかるわ。すげえいい気分になってきた。でも俺を捨てたあいつは絶対許さねえ。マジで殺す。見つけ次第速攻で殺す。うわっ、これがっつり使っちゃってるやつだ。投げ入れた本人がドン引きするなよ。これは完全に水没してますね。これで生きてたら結構すごくないですか？すごいけどさすがにこれはきついんじゃないか。水が綺麗だから大丈夫だろ。確かに、水が綺麗だから壊れることはなさそうですね。お前ら水質を信用しすぎだろ。さすがにそろそろ拾ってあげましょう。凍ってそう。投げた時岩に当たってましたけど画面割れはないようですね。なんならちょっと綺麗になってるな。見やすいところに移動しました。驚くべきことに、動作には問題ないようです。これは普通にすごいな。iPhone なら絶対死んでるな。とりあえず水没に関しては問題なさそうですね。次は落下テストとかもやってみましょう。拷問は続く。まずは雪の上に落としてみます。それ、いた。日常生活で雪の上にスマホ投げ捨てることとか絶対ないだろ。がっつり雪をかぶってますね。北海道の雪ってマジで水分が多いですね。いや雪ってそういうもんだろ。ちょっと見えにくいですが、しっかり画面が映ってますね。次は石に落とします。いた。本当にいたそう。では確認をしましょう。あれ、つかない。やばいやばいやばい、つかないよー。焦っててくさ。とことん間抜けだな。それ、いてー。お前もう壊そうとしてるだろ。いやまあ正直否めない。まあ多分壊れてないので拾いますね。と見せかけてもう一回。さ、お前には良心ってものがないのか。実は様子で見れるかなと思って何度か試しているんですが、このアップデートの画面から先に全然進みません。ネットでは 4.4 はまだサポート対象ないみたいなことが書いてあったんですが、なんでですか？知らねえよ。お前はなぜわざわざフラグを立ててしまうのか。これならお風呂入ってても様子で快適に見れると思ったのに、裏切られました。さっきあんなに粗末に扱ってたからな、仕方ない。次回、スマホに嫌われてみた。今後期待。それ今回で達成してるぞ。次回、視聴者に最強スマホをプレゼントしてみた。交互期待。視聴者をゴミ箱に使うな。これはマジで応募ゼロ人説あるだろ。これ、まだまだ応募してるので皆さんこぞって応募してください。応募方法はこの動画を見てほしいぜ。正直欲しくない人も一応応募しておくといいぞ。なんでだよ。